山形村は長野県中西部の東地区郡にある村である。日本アルプスサラダ街道という観光道路や清水寺で有名。山形村は松本盆地南西部大地上にあり、標高は約700メートルである。村西部には八盛山がそびえており、西側から東側に向かって傾斜がある。商店街はないが、村東北部に愛して21という、 長野県最大級の郊外型ショッピングセンターがある。また、村南東部にもザビックと KOD2 を各店舗としたイオンタウン、新州山形があり、自治体の規模の割に商業施設が充実している。村西部に住宅が多い。松本市や塩尻市等に近く人口の伸びは顕著だったが2015年の国勢調査では減少した。村東部に 特産の長芋畑が広がる。大技を編成しない村であり、地区名は俗称である。山形村の年齢5歳階級別人口平成12年10月1日現在、推計人口総計山形村の年齢5歳階級、別人口平成12年10月1日現在、推計人口男女別平成18年10月1日現在、推計人口、男女別,別ごみ処理。 消防業務などの業務は、松本広域連合や、その他の組合を通じて、松本市などと共同で行っている。存立山形小学校の正門と体育館山形、村、触れ合いドーム愛して21島村は、人口、約24万の松本市や、約7万の塩尻市に近く道路整備が進んでいる、ことなどから、自治体の規模の割に、郊外型商業施設が多い。 現在はシネコンなども入る中心地方最大級のショッピングセンター、アイシティ二2 1やイオン系のイオンタウン、新州山形が村内にある。郊外型店の進出が相次いだため、村内の小売り店舗の総売り場面積は急増した。鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 東日本篠ノ井線広岡駅、あるいは村北部からは、 アルピコ交通上高地線、森口駅などがある。村内の道路の軸は、長野県道25号塩尻鍋割穂高線である。清水寺本堂。ありがとうございます。